こんにちは。夏の洗顔方法をご紹介します。まず30度ぐらいのぬるま湯で顔を濡らします。次に泡立てネットで泡立てます。洗うときは皮脂の多い T ゾーンから洗っていきます。顔を洗うときは肌を傷めないように泡で優しく洗います。顔周りに泡が残っていると吹き出物や肌荒れの原因になるのでしっかりすすぎます。これで夏の洗顔方法のご紹介を終わります。 See you next time. ハチキン。